ダイハツハイゼットダイハツハイゼットデッキ版ハイゼットデッキ版はダイハツ工業で生産されている軽自動車であるハイゼット版よびカーゴの特装グレードとして存在するなおスバルにもサンバーオープンデッキとして OEM 供給されているまた常用仕様のアトレーにも同様のアトレーデッキが存在しており本校ではこれに関しても便宜上記述する もともと、電気店で冷蔵庫を建てたまま詰めるようにと、松下電気産業と共同で開発された、ハイゼット版、ハイゼットカーゴの C ピラーから、後ろの車体上部を取り払い、バックドアを下開きの煽りに変更し、過失を、デッキスペースとかとした4人乗りの軽トラックである。塗装前のホワイトボディを切断して製作されている。小回りが利く上、維持費も低廉な軽貨物自動車でありつつ、 冷蔵庫などの製高物の積載が可能で、かつ、小型家電や工具を室内に積載し、必要な人員を乗員可能にするなど、電気店向けの仕様となっている。また、デッキスペースは、濡れ物や汚れ物の積載が可能で、キャビン後方にガードフレーム、青りにガードバーを備えており、荷物の固いましめも可能なことから、電気店に限らず、花や工事業者、 狩猟愛好家やサーファーまで、幅広いユーザーに根強い人気を誇り、現行モデルである10代目でも継続してラインナップ、されている。日本国内では2020年8月現在、排気量 2000cc 未満の車種カテゴリーにおいては、数少ない新車で購入可能なダブルキャブピックアップで、ある。また、キャビンと荷台が一体化されているスタイルは、アメリカ合衆国で近年に普及した。 ピックアップトラック派生のスポーツユーティリティトラックに近い。近年では手軽なレジャービークルとしても注目されつつあり、2015年4月の一部改良以降、カラーバリエーションが乗用車並みに増えたことも相まって公式カタログでも商用配送車というよりはアウトドア趣味を中心とした広告展開を行っている。デッキバをベースに 当発が仮装した消防車も製造販売しており、全国各地の消防団に配備されている。近年ではマラソン中継察影用車両に改造された例がある。2012年7月には富士重工業へ OEM 供給も行われるようになり、同社ではスバルサンバーの一モデルとしてオープンデッキが販売されている。ハイゼットに設定されている。 ラージキャビン仕様の軽トラックであるハイゼットジャンボに対してはスズキがキャリーの派生モデルであるスーパーキャリーを競合モデルとして設定しているがエブリーにデッキ版と競合するモデルは発売されていない。一貫して形式は同世代のハイゼット版またはカーゴの末尾のアルファベットの分与 W に変えたものとなる。形式登録を取得していないため特装者扱いになる。 1988年7代目ハイゼット版の過失部分を切り取り4人乗りのトラックとしたものである。ハイゼットデッキ版の派生としてアトレーデッキが限定車として登場した。ターボ EX をベースとし、ガラスサンルーフや回転体座シートを備えている。1990年4月のマイナーチェンジで新規格に対応。全長が 100mm 延長され、 エンジンが全車 547cc の EB 型から 659cc の EF 型に変更となる。二代目ハイゼットデッキ版 4WD アトレーデッキは消滅したが内装を常用にも対応したデッキ版 GX がラインナップされた。モーターショーではアトレディバーノーベースにアトレー RT のフロントフェースにしたデッキ版が参考出品されたが市販はされていない。 セミキャブボディへ移行した。クラッシャブルゾーン追加による過失長の削減から二台部分の奥行きが短くなっている。後席もフルファブリックシートであった。搭載されるエンジンは 3AT 車全車および 5MT 車の最上級グレードには EFVE 型が最上級グレードを除く 5MT 車全車には EFSE 型がそれぞれ搭載されていた。同時期、三菱、 ミニキャブと日産クリッパーに類似モデルダブルキャブが追加された。そのミニキャブとクリッパーが2011年のマイナーチェンジにおいて4代目ハイゼットデッキ版と同一のリアコンビランプを採用した。4代目ハイゼットデッキ版 G4 代目ハイゼットデッキ版 GSA3 仙台の弱点であった過失サイズの拡大が行われている。生産は ハツ九州担当。この台から構造変更申請が不要になり、車検証には回の文字がつかなくなった。モーターショーではオレンジ色のデッキ板が参考出品されたが、当時市販カラーには存在していなかった。発売当初のカラーバリエーションにはオフホワイトとファインシルバーメタリックのみの設定であったが、2005年の2月には5台目。 アトレイにも設定されているブルーマイカメタリックが追加となっている。2007年12月にはハイゼットカーごと同時にマイナーチェンジ。バンパー衣装変更および 658cc の KFVE 型エンジンへの変更がなされた。マイナーチェンジに伴い、カラーバリエーションはブルーマイカメタリックに変わり、ブラックマイカメタリックが追加された。 2010年8月にはハイゼットカーゴと同時に一部改良。同年9月から施行されるジェシー08コールドモード排出ガス基準をクリア。AT 車は全車4速化により燃費が向上し、さらに 2WD の AT 車は平成22年度燃費基準プラス10%を達成している。2011年12月1日に一部改良。新たに デッキバンにキーレスエントリーを標準装備とする。また、専用車体色、パールホワイト3、ABS などを装備した特別使用車、デッキバンリミテッドを発売。これに伴い、4WD 車の後部正面煽りの 4WD ロゴのデカールの調布が廃止された。2012年7月4日に、富士重工業へ、スバルサンバーのオープンデッキとして、 OEM 供給を開始した。2012年12月17日に一部改良。JC08 モード燃費に対応し、2WD4AT 車は平成27年度燃費基準を達成した。2015年4月3日に一部改良。ハイゼットカーコ同様、AT 車に電子制御式 4AT を採用し、全車に電子制御スロットルを採用したことで燃費を向上し、 2WD4AT 社は平成27年度燃費基準プラス 5%2WD5MT 社及び 4WD 社は平成27年度燃費基準をそれぞれ達成したまたオーディオサイズをワイドディンサイズ化しボディカラーのホワイトを3層塗装仕様の W19 に変更した合わせて以前発売されていた特別仕様車デッキバン G リミテッドを バージョンアップして発売。今回は、ハイゼットカーゴの一部グレードに設定されている、リミテッドシリーズの追加モデルとして設定されるもので、メッキフロントグリルとトップシェードガラスを標準装備し、内装にシルバーメーターセンタークラスターを採用。さらに、ベース車では、メーカーオプション設定となっているイブド、機能付け ABS も標準装備した。さらに、 ボディ外反の表面サビ3年穴空きサビ5年に、それぞれ延長した、長期サビ保証を標準付帯した。ボディカラーは特別色として、ブルーマイカメタリック、トニコーレンジメタリック、オフビートカーキメタリックの3色を設定し、カタログカラー3色を含めた6色展開とした。2015年11月30日に一部改良。カーゴ同様、 スピーカーサイズを 10cm から 16cm に拡大し、純正ナビドライブレコーダー装着用、プリワイヤーハーネスを追加。また、同年4月に発売された特別使用車、デッキバン G、リミテッドにおいては、デッキバン、デッキバン G と同様の改良と専用設定色の入れ替え、パールホワイト3を追加を行った上で、デッキバン GL に改名して、 カタロググレードに昇格した。2017年11月にマイナーチェンジ。グレード体型を、デッキ版 L とデッキ版 G の2種類に集約し、スマートアシスト3などを装備した、デッキ版 LSA3 とデッキ版 GSA3 が追加設定された。ガードフレームが標準装備化され、ガードバーの形状を変更したほか、助手席は固定式からスライド式に変更した。 デッキバン GK はアトレイワゴンと同じデザインのフロントグリルに変更し LED ヘッドランプや LED ホグランプを標準装備。ボディカラーは標準設定色をホワイトとブライトシルバーメタリックの2色のみとしブラックマイカメタリックパールホワイト3オフビートカーキメタリックはデッキバン GK に新たに設定されたメーカーオプションカラーパック専用色に移行。 このカラーパックにはカーゴ同様にライトローズマイカメタリックとファインミントメタリックも設定される。2018年12月に一部改良。スマートアシスト3搭載グレードのデッキ版 LSA3 とデッキ版 GSA325MT 車が追加設定され、それに伴ってデッキ版 G はデッキ版 GSA3 へ統合のため廃止。また、 デッキ版 LSA3 とデッキ版 GSA3 はフロントウィンドにブルーのトップシェードガラスと IR カット機能が追加された。2019年11月に一部改良。デッキ版 GSA3 に標準装備されている LED ヘッドランプをデッキ版 LSA3 にも標準装備され、デッキ版 LK グレードには LED フォグランプのメーカーオプション設定が追加された。 2020年8月に一部改良。WLTC モードによる燃料消費率並びに排出ガスに対応し、平成30年排出ガス規制に適合した。引っ越しなどで冷蔵庫を運搬する際の注意点は、パクナソニックよくあるご質問、ダイハツ軽商用車、ハイゼットカーゴ、軽乗用車、アトレイワゴン一部改良により燃費性能を向上。 ハイゼットカーゴ特別使用車、リミテッドシリーズにデッキバを追加、ダイハツ工業株式会社、http://www.dihats.co.jp/.wn/.2015/.0403-1/.2015/.403/.1/.pdf2015 年4月7日閲覧ダイハツ軽症用車。 ハイゼットカーゴのアニバーサリー特別使用車を設定、軽商用車、ハイゼットカーゴ、デッキ版、軽乗用車、あとレイワゴンを一部改良、ダイハツ工業株式会社。 h t t p w w w d i h a c o j p w n 2 0 1 5 1 1 3 0 1 2 0 1 5 1 1 3 0 1 2 0 1 5 1 1 3 0 1 1 p d f 2 0 1 5年11月30日閲覧ダイハツ系商用車、ハイゼットカーゴ系乗用車、アトレワゴンを、マイナーチェンジし、スマートアシストさんを採用。 ダイハツ工業株式会社、https コロンスラッシュスラッシュ www.dihats.com スラッシュ jp スラッシュニューススラッシュ2017スラッシュ 20171113-1.pdf2017 年11月13日閲覧ハイゼットカーゴを一部改良し、MT 社にも、スマートアシスト3を搭載、ダイハツ工業株式会社、 https://www.dihats.com/.jp/.news/.2018/.20181210-1.pdf2018 a 年12月10日閲覧ダイハツ、軽乗用車、ハイゼットカーゴ軽乗用車、あとレワゴンを一部改良、ダイハツ工業株式会社。 https://www.dihats.com/.jp/.news/.2019/.2019/.2019/.pdf2019 年11月1日日閲覧ありがとうございます、Edit。